し、仲悪すぎた芸能人たち。衝撃度ランキングトップ12。タレント生命をかけて熾烈な競争が繰り広げられる芸能界だからこそ、些細な出来事がきっかけで軋轢が生じ、最悪の場合共演 NG にまで発展することも珍しくありません。その中には現在は良好な関係を築いているものの、過去には険悪な関係だった芸能人も多く存在します。そこで今回は昔は仲が悪すぎた芸能人を衝撃度順でご紹介します。第12位、品川博司、庄司智春。お笑いコンビ品川庄司の2人は東京 NSC の1期生として活動を始め、2001年には冠番組を獲得して、このまま天下を取れると思っていた矢先に冠番組が半年で終了。その頃からコンビ仲が悪化していったと品川さん本人が語っていました。コンビ仲が悪化した結果、ラジオ番組で品川さんが庄司さんの書いてきたネタに対して、お前これひどいなといじったところ、二人はヒートアップして本番中に殴り合いの喧嘩にまで発展しました。さらにテレビ番組の収録時にも喧嘩が勃発し、休憩中に庄司さんが表に出るよう品川さんを呼び出し顔面を殴ったところ、品川さんは今本番中だろ、俺の顔にあざ残ったらどうすんだ、殴るんだったらなこういうとこ殴れと言って庄司さんの胸を殴り返し、最終的には番組プロデューサーが止めに入ったことでなんとか喧嘩が収まったと明かしています。こうして25年近くも不仲な時期が続いたものの、品川さんは子供が誕生したことで優しい性格に変わり、続いて庄司さんにも子供が生まれたことでお祝いしたいと思うようになり、その後両家で一緒に食事をする機会が設けられ、そこから徐々に良好な関係になっていったと明かしています。第11位、横山優、村上信五。スーパー8の横山優さんは同じメンバーの村上信五さんと合わせて横ひなのコンビ名で呼ばれており、元メンバーの渋谷昴さんからは熟年夫婦と命名されるほど二人は仲がいいことで知られていますが、昔同室でホテル生活を送っていた頃にはお互いに些細なことで腹が立つほど不仲な時期があったと暴露しています。当時のホテル生活を振り返って横山さんは、規則正しい村上さんが仕事現場に向かう1時間前に起きては豪快な音で歯磨きをするため、その音で目覚めてしまうことに腹を立てていたと語り、一方の村上さんも横山さんが枕元に2リットルのジュースを常備し、ゆっくり飲めばいいものをペットボトルがへこむほどの吸引力で飲み、口から離した時の音で目覚めてしまうことに腹を立てていたと語っています。このようにお互いの小さなことが気になりだすと、一緒に食事をするだけでも腹が立つようになっていたと明かした上で、横山さんがそういうのを経て8レンジャー2が出来上がりましたと強引にまとめると、村上さんもだいぶ寄り道しましたねと笑いながら同調していました。第10位、梶原雄太、中田敦彦。お笑いコンビキングコングの梶原雄太さんは過去にオリエンタルラジオと2組で冠番組を持っていましたが、中田敦彦さんとの相性が合わず、初回放送の打ち上げで喧嘩を繰り広げるなど、めちゃくちゃ仲が悪かったと相方の西野さんも認めるほどの間柄でした。その後2018年に梶原さんが YouTuber の活動を始めたことを受けて、中田さんはラジオ番組で昨今の YouTuber ブームについて、俺は負けた、失敗したんだけど梶さんはあそこまで頑張っていると発言しました。しかしこれがネットニュースには、俺は失敗した、梶サックも成功しないという悪意のある見出しで掲載され、勘違いした梶原さんが激怒。オリラジの中田さんが何か僕のことを言ってたみたいですが、ごめんなさい、興味ないですとツイートし、さらに YouTube の動画内でも、なんで俺が上から言われなあかんねんと激怒した上で、カメラに向かって、中田お前な、ほんまに気をつけた方がいいぞと忠告しました。しかしその後2人は電話で直接話し合い、梶原さんから、俺の動画に出て仲直りせえへんと誘ったことによって和解が成立。加えて梶原さんは中田さんに教育系 YouTube をやることを勧め、それを中田さんが実践して大成功を収めたことから、今では中田さんは梶原さんのことを師匠と呼び、 YouTube の動画でたびたび共演するなど良好な関係を築いています。第9位、千原誠二、名田木武。お笑い芸人の千原誠二さんは若手時代から二丁目劇場で名田木武さんと共に活躍し、プライベートでも遊びに行ったりバイトも一緒に行くなど仲の良い友人として付き合っていましたが、
2007年頃に舞台上でなだぎさんにいじられたため、逆に誠司さんもいじり返そうとすると、なぜか、なだぎさんはそのノリを全部バッサリ切りいじられることを拒絶。誠司さんは、これがずっと続くと思ったらやってられへんな、と思って共演 NG を出したと打ち明けています。しかし15年の時を経てテレビ番組で共演した際には、共演 NG を解禁した理由について、数年前に映画で偶然共演することがあり、脇役ではあるものの、なだぎさんを痛めつける役を演じ、それですっきりしたと感じたため、バラエティでの共演を解禁したと語っていました。第8位、中山秀幸、今田耕司。お笑いタレントの中山秀幸さんは過去にテレビ番組、殿様のフェロモンで、今田耕司さんとダブル MC を務めていたものの、当時は2人の間に確執があり、ピリついていた関係だったと明かしています。当時、中山さんはバラエティ番組のみならずドラマで俳優としても活躍していましたが、一方の今田さんはダウンタウン一派として上京したばかりで、気合が入りすぎていたためか中山さんを必要以上にライバル視していたといいます。スタッフから中山さんを「ひでちゃん」と呼ぶように頼まれても、今田さんは「なんで呼ばなあかんねん」と反発して「中山くん」と呼び続け、さらに決起集会で集まった際も中山さんがビールを勧めると、今田さんは結構ですと拒絶して敵対心をむき出しにしていたといいます。当時共演者であった極楽とんぼの加藤さんは当時を振り返って、2人が収録中にバチバチやり合っているためトークに入ることができず、パスが来ても早すぎてトラップできなかったと語るほど邪険な間柄となっていました。こうした不仲な関係のまま番組は1年で終了しましたが、それから15年後に突然今田さんから中山さんへのみの誘いがあり、中山さんはなんで今更という思いでお店に行ったそうですが、今田さんからは当時の件を謝罪された上で、テレビを分かってたのはひでちゃんだけよ、俺は何も分からなかったと反省の思いを伝えられ、それがきっかけとなり和解が成立。その日は朝まで飲んだと中山さんが明かしていました。第7位、藤田ニコル、リューチェル。モデルの藤田ニコルさんはファッション誌ポップティーンの神セブンに選ばれるなど、10代の若者から絶大な人気を博し、バラエティ番組ではおバカ枠のタレントとしてブレイクしましたが、その後似たようなキャラでリューチェルさんが台頭したことで、藤田さんは私みたいなキャラが私しかいなかったという思いから、リューチェルさんのことを嫌っていたとテレビ番組で暴露しました。すると共演していたリューチェルさんも、僕も嫌いだったと吐露した上で、テレビ収録の裏でメンチを切り合うこともあったと明かしていました。二人が不仲になった決定的な原因は、藤田さんが当時行っていたニコルンビームを真似て、リューチェルさんがチェルチェルビームを始めたことだと藤田さんは語っており、自分よりもリューチェルさんの方が受ける時があったため、家に帰って泣いたこともあったと嫌いになった理由を語っていました。しかしその後リューチェルさんが一児の父親になったことで、すごいなと感心するようになり、仕事仲間と思えるようになったようです。第6位、三村雅一、ヒロミ。お笑いコンビサマーズの三村雅一さんは、若手時代に共演するたびにヒロミさんのツッコミがきついことを気に病んでおり、その後テレビ番組のロケでエジプトを訪れた際、現地でウサギの肉を食べたリアクションに対してヒロミさんから「リアクションが面白くないよ」と厳しいダメ出しをされた上に、リュウちゃんと出川にオファーしたのになんでお前来たのと言われたことでショックを受け、帰国後に三村さんはカラオケでサザンの津波を歌いながら号泣。笑いも暮らしも幸せ具合も全部あの人を超えるという思いからヒロミさんとの共演 NG を出したと暴露しています。一方のヒロミさんは本心では三村さんを可愛がっており、後輩をどうにかしてやりたいという思いからいろいろ振ったりしていたつもりでしたが、その思いは三村さんには伝わらず、その後ボキャブラ天国で三村さんにオファーを出し続けるも、一度も出演することはなかったといいます。それから15年間確執が生じていたものの、トンネルズの木梨さんが間に入って説得したことで2人の和解が成立。笑っていいともの最終回で共演した際には、最近仲直りしたんですけど嫌いでしたと三村さんが打ち明けられるほどには関係が修復し、その後別のテレビ番組で共演した際には最後に握手を交わして、いつか一緒に番組をやることを約束していました。第5位、後藤真希、松浦亜弥。元モーニング娘。の後藤真希さんは、
10年に1人の逸材としてグループ加入直後にセンターを務めるなど、他のメンバーを差し置いて人気を獲得するほどの活躍ぶりでしたが、唯一後輩の松浦綾さんに対してはライバル意識を持ち、本当にバチバチしてたと自ら暴露するほど不仲だったことを打ち明けています。後藤さんはモームスに加入した2年後に別ユニットゴマットーで松浦さんと一緒に活動することになりましたが、両者が双璧の人気を博したため互いにライバル意識が生じ関係は悪化。またある日、後藤さんが占い師を訪ねた際に、松浦さんはダイヤの原石と占われたのに対し、後藤さんは木と言われたことで落胆し、松浦さんに対する嫉妬の思いからライバル意識がさらに高まったとも話していました。実際に楽屋で2人きりになった際には、後藤さんが私さあなたのこと嫌いなんだけどと直接ぶつけると、松浦さんも負けじと私も嫌いと言い返してきたことで、現場は一触即発の事態になったと言われています。しかしその時に腹を割って話し合ったことで、嫌いながらも互いの仕事に対する姿勢を尊敬できるようになり、徐々に関係が修復して、現在は結婚などプライベートの話題も他の人より早く報告し合うほど良好な関係になったと後藤さんは語っていました。第4位、第5、カノウエイコウ。タレントでミュージシャンの第5さんは、祖父が元総理大臣の竹下登という肩書きでブレイクし、現在は理想的な夫として支持されるほど温厚な人柄で知られていますが、過去にはお笑い芸人のカノウエイコウさんに交じ切れして不仲になったことをテレビ番組で暴露しています。二人はもともとプライベートでドライブに出かけるほど仲が良かったのですが、不仲になった原因はカノウさんが出演したバラエティ番組で、ダイゴさんと友達になったきっかけは、ダイゴさんがラルク・アンシエルのハイドさんと仲が良く、自身もラルクの大ファンだったため、ハイドさんと会えるチャンスだと思い彼に接近したと発言したことでした。また続けて、ハイドさんとご飯食べるけどどう？とダイゴが誘ってくれたことでハイドさんに会うことができた。やらしい話だが夢が叶ったので、その後ダイゴとは連絡を取っていないとカノーさんが暴露したことでダイゴさんは激怒。ダイゴさんはそういうやり方で近づこうとしたのが許せないとガチギレして絶交を決意し、それ以来連絡を取っていなかったと明かしています。その後約1年ぶりに対面した際に、ダイゴさんはあからさまに目を合わせようとしなかったものの、カノーさんの方から直接謝罪してきたことで、ダイゴさんは俺的にはマジ無理としながらも、ちゃんと来てくれたし今までよりはちゃんと接していきたいなと思い改め、最後には握手を交わして関係が修復したと語っています。第3位、出川哲朗。クリームシチュー。お笑い芸人の出川哲朗さんは体を張ったリアクション芸人として幅広い世代から支持され、温厚で優しそうな性格のため人を嫌いになることがなさそうに見えますが、過去にお笑いコンビクリームシチューの2人との間に確執が生じ、共演 NG にしたいくらい2人のことが大嫌いだったと打ち明けています。その原因としては、過去にクリームシチューの2人とラジオ番組で共演した際、当時の2人はブレイクしたばかりでとんがっており、 MC のひろみさんから、お前らてっちゃん先輩だろどう思うんだよと振られると、なんとも思わないっすねと不愛想な態度でスタジオを凍りつかせ、さらに番組収録後も2人から謝罪がない上に、帰り際に挨拶どころか鼻で笑われたことで、出川さんは本当に大嫌いになって、俺芸能人特に芸人を嫌いになることまずないのよと心中を吐露していました。しかしその後テレビ番組で再会した際に、クリームシチューの上田さんが会った瞬間に律儀に挨拶をし、有田さんも笑顔で握手を求めてきたことで両者の確執は解消されたといいます。この出川さんの暴露を聞いた2人は、ラジオでの不愛想な態度はそういうボケそういうフリと弁解したものの、確かに当時は尖っていて調子に乗っていたとも認めています。第2位、岡村隆史。中居正広。お笑いコンビナインティナインの岡村隆史さんは、元スマップの中居正広さんと公私ともに付き合いがあるほど長年親友として仲が良かったのですが、ある日中居さんからご飯に誘われてお店に行ったところ、そこにはダウンタウンの松本人志さんがいて、当時の岡村さんは過去にテレビ番組で共演したトラウマから松本さんのことを相当に恐れており、それにもかかわらず中居さんが食事の席で、最近の若手ってどう思いますか
などの質問を松本さんに投げかけると、当時まだ若手だった岡村さんは、わざとそんなの聞いて嫌がらせしたやろという気持ちになり、そこから一切中井さんとはご飯も食べに行かなくなったとテレビ番組で打ち明けました。その後も仕事では中井さんと共演することは多く、二人で日本縦断する企画の際にはプロとして共演を許可したものの、実際は仲が悪いままで、中井さんの方は岡村くんと関係を修復しようと歩み寄ってくれたものの、岡村さんは完全に心のシャッターを閉め、中井さんの歩み寄りを拒否していたと明かしています。しかし2004年に27時間テレビで共演した際に、中井さんがしっかり台本を覚えてきて全部仕切りをやってくれたことで、終わった後に素直にありがとうと言えたことから、関係が修復して再び仲が良くなったと語っています。第1位、山下智久。亀梨和也、元ニュースの山下智久さんは2005年にドラマ「のぶた」をプロデュースでの共演をきっかけに、カトゥーンの亀梨和也さんと結成したユニット修二と明の楽曲「青春アミーゴ」が年間売上1位を獲得するほどの大ヒットを記録しましたが、当時を振り返って山下さんは亀梨さんと隠しきれないほど仲が悪かったことをテレビ番組にて告白していました。不仲の理由としては、同時期にデビューしたニュースとカトゥーンはライバル意識が強かったため、そもそもバチバチしており、その中でも亀梨さんは華麗にウインクを決めてキャーと歓声が上がるほど女性人気が高く、その一方で山下さんは男とばかりつるんでいたため、亀梨さんのプロ意識に嫉妬して自分が不甲斐なくなり、その鬱憤から嫌いだなと思うようになってしまったと明かしています。その後ドラマの撮影現場でお互いに、お前のここが嫌いだ、俺はお前のここが嫌いだと本音をぶつけ合ったことで、すっきりした状態でドラマの撮影に挑むことができ、今では毎年お正月に亀梨さんの家で飲むのが 4,5 年続くくらい仲良くなったと語っています。この山下さんの暴露に対して亀梨さんは、そんなに嫌われていたとは正直全く気づかなかった、ヤマピーは立っているだけで絵になる男なので、自分は何か一癖と思ってパフォーマンスしていた、嫉妬していたなんて逆に光栄、ありがたいとコメントしていました。いかがでしたか。芸能界には過去に確執が生じて不仲だった芸能人が多数存在しました。その原因はライバル意識や些細な言動など様々ですが、現在ではいずれも和解が成立して良好な関係を築いているようです。視聴者としても芸能人同士は仲がいい方が安心するので、今後も共演する姿を見せてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。